んで。これや、この音や。You don't like me.
So this is Christmas. And what have you done? Now they're over, and the new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have. またやってしまいますか。やってしまいましたね。去年で懲りてるはずなんですけどね。あなたでしょそれは。いやいやいや去年でもうしまいやというので私は安心して去年引き受けたのに、まだ今年お世話になります。いや本当にこちらこそお世話になりますけどね。こんな個性あふれるバラバラのメンバーね、ねえ去年に引き続き、ね、まとまったことがないです。全員がレーガンとあれなんです、ゴルバチョフなんですからね。全員がカダフィはおるわ、カダフィはおるでしょ、ここに。言いたいこと分かった。ねえいやいや、どうしてまた今年やろうと。泉谷さんがやっぱりね、スタジオに急に乱入してきてね、やる気はちょっと失せてた頃に来てですね、うん、おいおいおいそれでやろうと一番やりたがってるというね。そうなんですよ、これも全部計算なんですよ、この衣装が。もう出番前にこのタオル探すので大変だったんです、これが。これがまた時間かかって、木こりの成金って感じじゃない、考えてんだろ。ほんで人に嫌われるのがわからないらしいんですよ、自分で嫌いな人間はいてるらしいんですけどもね。小田君、さあそれでは参りましょうか。参りましょうか。合言葉は何でしたっけ。メリークリスマスやからメリークリスマスショー、ほらメリークリスマス。この番組はアポロマークの井出光興産、花王、明治製菓、木桜酒造、キャノン、武田薬品、スポーツ SSK、日清食品の提供でお送りします。
つろいだり、カー用品を見たり、お菓子を買ったり、スタンドも買っていくな。もっと快適に、もっと便利に、笑顔いっぱいアポロマークの井出光。天気がいいとオートボーイテレが出てくるね。あ、彼女だけアップだ。ここは綺麗に撮ってください。キャノンオートボーイテレ好評です。私も平和に暮れていきますね。お、平和に何にもない、畳もない、餅もない、お供えもない。お供えはある。ん、うん、年越しそばもある、ミニもある、知恵もある。僕たち明るいですね。おおめでとうございます。年越しにはどん兵衛天そば。いや、去年やりまして、いやいや、どうもどうも。去年やりましてですね、あまりにもミュージシャンのまとまりがないことを気づきまして、今年もまたやるのかと、桑田君、またやってしまうんですよね、これを。やってしまいました。ねえ、今日はね、私は司会者として仕切らせていただきます。今日わざわざこうしてね、司会者ボックスを作らせていただいたんですから、うん、ねえ、これは移動できてあちこち行けるんですけど、まあ始まった瞬間、このまとまりのなさね、嫌がってるな、初め。まあ楽屋でもバラバラ、本当に今ねえ、今年それでまたやるということで、はい、まあ、いろんなメニューもあるんでしょうけども、はい、メニューを紹介していただきます。これが今日のメニュー。ちょっと顔見えへんやね、こんなこと。こうしたらカメラさん撮れます。今日のメニューをちらっと紹介していただきます。ね、最初はですね、ロッケストラというのでね、去年もやったわけなんですけど、みんなでセッション、はい、今日来てない人もいるんですけども、そろそろ行くのかな、それで、まあ、見てもらえたと、はい、それからこれずっと行くとね、うん、書いてある通りなんですけど、あの坂崎君とか鈴木マーチンとかでですね、うん、みんなで4つの曲をいっぺんに歌うと。これ山下達郎氏のアイデアなんですけどね。あ、そうなんですか。そうなんです。私もすごいことやらされましたからね。なんだっけ、清子の夜でやったですね、これも楽しみにしていただきたい。まずはこのロケストラ、はい、これをやるわけです ね、 ですね。これもまた再結成した桑田バンドもおります。それでは行ってみましょう、どうぞ。
うものよ。石鹸使わないの？大切なお肌にはこれよ。ビオレ液体洗顔料、中性のマップが主成分、お肌にとっても優しいんです。きめ細かな素早い泡立ち、皮脂の汚れをすっきり落として、お肌の潤いは守ります。洗った後さっぱりしっとり、お肌に優しく突っ張らない、ビオレ液体洗顔料。緑山高校二階堂投手、一点のリードを守っているか。このボール打てるものなら打ってみろ。負けた、ウイングフライトに負けた。ヘッドがスリムになって振り向きやすくなった。 SSK ウイングフライトに2新登場。バカ力がある。どっこい体力。武田のアリナミン A。目にも摩訶不思議。ビターも加わり軽かった。口どけも摩訶不思議。パーッと溶けて軽かった。明治ホイップチョコ軽かった。何それ。いやこれ寂しいですよね。 VTR でわー盛り上がってすぐコマーシャルちゅうのね。ほんでこの生放送見てるやつって本当に寂しいやつらですよね。これはなんて言ってんの。いやいや唾飛ばして。いやごめんごめん、すまへんな。今からやるのにね、次は2人で。ごめんなさいね、ごめんなさいごめんなさい。私歯出てるから飛びやすいのよ。細かいこと言ってる場合あれへんねや。ね、2人何やってくれたんですか。次はですね、2人じゃなくてね、4人で40層。坂崎くんとアルフィーの、はい、あれとそれからマーチンとお姉さんとチューブの前田くん、この4人で、うん、そうです。2人兄弟揃ってこんなことやるの初めてでしょ。持ち歌以外は持ち歌以外、いやあのよくまあリズム&ブルースはね歌えますけど、こういう形のは初めてです。じゃあ見てみましょうか。はい、面白いですか。結構、はい、結構強烈なオーバーハンディングでした。I was feeling kind of seasick. Turn of weather, shade of pale. Mori mo iyagaru. Mon kara saki ya.
わからん僕が良かった言うんですから絶対いいんですよこれは。あとね結構ね、うん、激しいのが続くんですよ、はあ、だから割とこうあのシンプルなのはどうでした自分で見てて楽しかったですやってて、うん、やっててねえとても前からやってるようなコンビみたいに見えますもんね初めてのように見えないですよねいや、うん、声がね外人離れしてるわ日本人だそれは日本人やねツッコミありがとう続きましてはねすごい人が出てくるんですよ問題の多い問題の多い人間が、ねえ泉谷先輩あの女のミュージシャンほとんど嫌ってる男ですこの男痛いねもういるかもしれない痛いだろほんまにスタッフと痛い VTR 行きましょう何やりましたよこれは何これプロレスあ任せなさいよ私の念願かかなりましてね、うん、これはね絶対これはなんかこれはありたたないもんだありたたないもの当たり前だお前あそう、うん、半端じゃないでだから金返せこの野郎なんでのそれいやいやいやうるせえなんだ訳のわからんこと言うやなそれでは見てみますからどうぞこんばんは囲碁名人戦司会の田村隆起慶でございます現在昨年の桑田対今和野の壮絶な遺恨試合の模様が映し出されておりますいよいよ今夜が決戦となったわけでありますけれどもまあ、私桑田佳祐泉谷茂そういったメンバーに無理やり拉致されましてこの年末の忙しい時に連行されてきたわけでありますけどもそんなものを突然プロレス上で喋ってくれって言われてもこういったものをどうやってプロレス上で喋ればいいって言うんでしょうかそんなものは納得できるわけねえじゃねえかこの忙しいの冗談じゃないよ本当にでも喋んなきゃいけないんだろクリスマスといえばやはり幼い頃を思い出します当時不仲だった両親はクリスマスの夜に突然ママがサンタにキスをしました傍らのパパはそれに逆上して当時小さかった僕の弟のキヨシにキヨシこの夜に何だってんだてめえが悪いんだこの野郎って八つ当たりしたもんですもみの木ばかりがもみじゃない溶けて流れりゃ皆同じそんなセピアのクリスマスの思い出が今読みガキうるせえな本当にガキは早速試合ご覧いただきましょううるせえんだよおめえらはよいよいよ両選手が入場してまいりますムードは高らってまいりました今和の清志郎がロープを大またぎでやりますファンの声援に応えている腹にタバコを刺している受け狙いは滑ってしまいました今和の一方の桑田佳祐堂々と首を振って入ってきたまさにチャグチャグうまくこといった感じでありますさあ一触即発だピアノ演奏はもちろんご存知リチャード・クレーダーマンでやりますうーん歌にかぶってしまった喋りがこれは私の狙い通りだ冗談じゃねえぜバカ野郎めいやかましいお前寝言ばかり俺は許せねえ
来た顔が来たねふざけんじゃねえぜまたやろうベイブくだらねえお前てめえだけは俺は許せねえ We're making love the ha-ha-ha Shaking up and I miss you Taking time to walk up to me Shout! I can pray, yeah, yeah の清志郎のセカンドとして泉谷茂が入ってまいりました日本全国揉め事があれば必ず出前迅速でやります泉谷茂まさに音楽界の川又軍人節度を持った乱暴者泉谷茂今夜も何か叫んで完全に己のキャラクターを今夜も把握しています唇何がクリスマス笑わせちゃねえぜバカ野郎べやれ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 We're making love the ah-ha-ha She came down and I miss you Take it down to oh-oh-oh to me の大乱闘の幕開けかおっと泉谷スリップダウン情けないおー一斉直撃これは痛いですね小手さいやそれにしても本当に素晴らしい隠しで南京玉すだれの妙でございました。まあ試合を振り返ってみましてもあの壮絶な乱闘シーンああいったものを高価なものを壊していくという破壊の美学まあこれもやはり余裕のあるそうですね少なくとも過小印税の貯蓄なくしては絶対にできないという、まあ、特権意識に基づいたハングリー精神これが素晴らしかったのではなかったでしょうか。この神聖なクリスマスの夕べに青少年に夢と希望と向上心を与えてくれた素晴らしい試合模様だったのではないでしょうか。それではそろそろこの辺でお別れしましょう。ボケこれぐらいやらんやん、ね、これがクリスマスってもんですよ、
ねえ、ミュージシャンの中の西川のりお扱いですね。何を言ってるんだろう。いや本当に可愛くなってきたわ本当に。口流して表情作って。もう分かった。結構自分で美味しいなと思ってるんですよ。おまけだろ。いや自分では満足してるんでしょ。かなり満足してるんだろ。ね、悪いか。いや悪くはないですよ。あれだ。キョンキョンです。笑っていいともやってんじゃないんだから、いちいちお見事ことですよ。次はあの、キョンキョンと、ユーミンさんと、あ、ユーミンさん、ユーミンさん、どうもどうも。どうもどうも。いやいやいや、泉さん。今日は泉扱い。無知持ってきてる。この後にあるんでしょ、あのコマーシャル後に、キョンキョンと、ユーミンさんと、それともう一人アンです。あ、アンさん、アンさんも次あるんでしょ。そう、次よ。そうじゃない。とりあえず一応乗ってきたところでまたコマーシャル入ってみますけども、見てください。これはじゃあ客に投げつけるから。今なんでやねん。いやいや、カップヌードル。雨が降ろうと槍が降ろうと音楽だけは欠かしません。音でも音楽になっちゃう。カップヌードル。今カップヌードルでデジタルシンセサイザープレゼント。竹を踏めば男の夢。男のそばにうまい酒、金印木桜。お願いします。どうあるか。ドンと任せてドンジャンボ。さすが。ドンジャンボ。ああ、家内安全、一家にドン。ドンジャンボ新発売。今フィルムからもフルカラーコピー。キヤノンピクセル。形を変える、色を変える、変換自在のコピーワーク。複写機は新しい時代へ。カラーレーザーコピア、キヤノンピクセル。はいはい、次は3人で、はい、何やったんですか。島倉。なんでか。島倉。島倉しちゃったの。はい、もう歌いまくら千代子。島倉歌いまくら千代子。はい、この3人で。ははね、どういうふうに見えます、この3人揃うと。どういうふうに見えるんでしょう。私なんか一番ママにいじめられてる可愛い子って感じ。うん、なんかコミックバンドに見えますよ。太平トリオみたいな感じ。島倉千代子さんやるんですって。それでは見てみましょう。Thank you.
これ綺麗よ。いいなぁ。俺 VTR 出てくるの死体の役よ。私はいいの。これ本当レコードにしたいぐらいですけどね。これ一発で終わるのが粋なんですよ。キョンキョン。はい。よかったね。ありがとうございます。可愛かったでしょ。いや、アンさんも可愛かったですよ。また余裕持ってからにも。そうですか。衣装合わせが面白かった。そう。もうすごく。みんな個性が出てて、ね、よかったですよ。いやいや、本当に綺麗かった。何してまんねんな、オタク。オタク小細工まんねんな、ほんま。エクセリン U で手洗いすると縮まないっていうのはご存知ですね。しかも風合いを損なわず型崩れもしないんですよ。エクセリン U だけに配合されたミクロラテックスが繊維を一本一本包んで絡み合いを防ぎます。だから縮まないんですね。見て、型崩れもしないでしょ。風合いもいいんですよ。エクセリン U で手洗いが一番。安心洗いにエクセリン U。イデミツのスキッドガードは雨でもよく止まる。イデミツのスキッドガードは少しぐらいの雪でも大丈夫。イデミツのスキッドガードは5万キロまで摩耗保証。さて、イデミツスキッドカードとは何でしょう。何このクイズ。タイヤ持ちながら何でしょうはないよね。そうかな。なんだよそれ。イデミツのスキッドガード新発売。チョコレートチョコレートチョコレートは明治。チョコレートチョコレートチョコレートは明治。明治ミルクチョコレート。いや、松本さんいつも客席にいてるんですよね。そう、去年もそうだったね。次はまた泉谷さんが登場なんですって。また出るんですか、泉谷さん。こんだけ VTR 出てるとよっぽど仕事暇やったりするのか。痛い。お前は出過ぎだ、お前は。次は何やらと。次は違う。もうプロレスがあんだけやったからね、もっと残虐な方行くと思うだろう。だらしない男なんだ、これが。だらしない男だ。だらしない恋しちゃった男なんだ。誰とやります、誰と誰と。やりました。じゃあこの VTR 誰と。いやいや、これはね、もう大いなるミスマッチだね。ミスマッチ、すごいですよ。困ったですよ。今度は見てみましょうか。いやいや、すごいですよ。また泉谷さんか。悪いだろう。そこをふるさとと意識のできるような。秋風吹く頃誰かに呼ばれると目が覚めた。小さな体にあなたの面影を抱きしめて、二人で会った時は秘密の約束、あなたがくれたこの夢。
までよくぞ来たものだという感じがしております。好きだなそういうの、今でも忘れる目白の止まりにさようなら。好きだなふるさと、いずれ整理整頓をいたしまして立派なご挨拶をする機会もあろうかと思いますが、本日は感激のあまり以上私の素直な表現をもってお礼のご挨拶をさせていただきます。好きだなそういう、強風が吹くと黄金色の花が咲くという木桜に語り継がれるめでたさの風、小風。香りがきらめく、うまさが満ちる。今酒造りの技を極めて木桜小風。車は来ない有効、明日また会えるのに、いやよさよならは男はあなたひろし、女は君さ有効、切なさが胸に。年末年始胃腸薬は武田の21。緑山高校二階堂投手、一点のリードを守ってくれるか。このボール打てるものなら打ってみろ。負けた、ウイングフライトに負けた。ヘッドがスリムになって振り抜きやすくなった。 SSK ウイングフライトに2新登場。竹下さん、ねえ、ね、面白かったですよ。竹ちゃんも得したでしょうね、これね。竹ちゃんは何でも得、どこの世界の竹ちゃんも得、本当に。竹下さんね、竹下って作るのは大体得だ。得ですよね。ねえ、あのね、優しい顔してましたよ。でしょ、伊達にね、デュエット鍛えてないですからね。いつ鍛えましたよ。いや、新幹線の中でね、あの、私10万円落としながら行きましたよ。彼女を説得しに。はいはい、コマーシャルです。なんだよ、聞くな、この野郎の。いや、喋らせたら私が悪いんだけどもね。タケちゃん美味しいよ、ほんとに。タケちゃんって言っていいのかな。タケちゃんですよ。ここまではアポロマークの出光興産、花王、明治製菓、木桜酒造、キャノン、武田薬品、スポーツ SSK、日清食品の提供でお送りしました。風にパイロン、引き始めが肝心です。 D マレイン酸塩化リゾチウムが効きます。これは風の科学。風邪をひいたら早めにパイロン。うちの猫は世界一。ラブリー酒味ですよ。ヘルシーな月味噌オイル入り、ラブリー酒味。ラブリーハンディカムでお正月。はい、じゃあお正月。
簡単にイラストや文字が入れられる絵日記ビデオ、ハンディカムって面白い。 It's a Sony。 一段と美しい髪のきらめき、新エッセンシャルは主成分アミドアミノ酸と流れるような指通りでキューティクルを守ります。優しく洗って毎日髪輝く、新発売エッセンシャルのキューティクルケア。ここからはアポロマークの出光興産、明治製菓、花王、遺跡の沖、全日空、大塚製薬、トヨタ自動車、片岡物産、リクルート、レナウンの提供でお送りします。確かな思いが道しるべ、Let's try。 大地から生まれた技術の恵み、ダイヤルとボタン操作で油圧の働きをマイコンがコントロール。このメカが作業性能を極限まで引き出す。手応え十分、ランドリーダー、遺跡トラクター、ランドリーダー。音楽の素晴らしさを教えてくださった先生の手、目を閉じると今でも先生の奏でる名曲が聞こえてきます。いつまでも大切にしたい方にはトワイニングを贈ります。贈り物にザ・ティー、トワイニング。私もお水が欲しくなりました。人間の場合は電解質の補給も考えなくてはいけません。ポカリスエットを飲めと。もう教えることは何もない。お酒を飲んだ翌朝の伊藤重里でございます。うん、いつものやつをくれと申しております。うん、商品名は言わないのかと心配しております。もう本当によろしいですか。いや、行きましょう。いやいや、もう本当に私ね、去年この番組でね、うん、歌を歌わせてもらったでしょ、うん、あれは私の彼女に不評でね、こんなミュージシャンの前で歌を歌うので私今年いいですから。世間は良かったよ。今練習しようと思ってるでしょ、私の歌を。で、私の歌じゃないんだよ。いやいや、私の歌や。それでね、それでこの人、じゃあこのサビの部分をですね、だから私が歌うんですよ。ちょっと、はい、行ってきて、もう帰ってこんといて、本当に。なんなんあいつは。行きますよ。どこでの？サビの部分。どこ歌いまんねんな。誰かがとこういうところ。あ、誰も見ていないから。違うでしょ。え、あ、ここか。ここか。うん。コンサートやってんでしょ。私やってますけどもね。うん、ワン、ツー、おー、おー。あ、ここはワン、はい言ってくれるの入られへんやん。せ、ワン、ツー、スリー、はい。誰も見ていない。ちょっと待ってください。コンサートでやってんでしょ。何しまんねん、邪魔せんといて、オタク関係ないコーナーでしたね、ほんまにもう。関係ない。ねえ。ねえ。おおお、じゃあどんなぐらい。ワン、だ、誰も見、オーケー。ワン、ツー、スリー、はい。誰も見ていないから、I kiss you all right。そう、最高。これでいいんでしょ？やった。これで歌えるんでしょ？誰も、だ焼いてどうしまうこれでええんや。誰も見、ここ私が最後歌うんですよね。最後抜きで。やめろよお前。何歌う？やめろよ。もう歌う。そう言って音声さん、私のスイッチ切っとくのさ。去年もそんな目に遭ったからな、本当に。これ全部パートに分かれて歌うんですよね。泉谷さんも入ってまいるさかいに、覚えてますかこの歌。だから俺は人間ドラムやってるから心配する。分かりました。いやいや、これはでもね、この歌2年がかりでね、2年目ですね。2年目でこの歌名曲ですよね、うん、これもレコードにしてくれというね。ユーミンさんですよやっぱり、うん、レコードにしてくれという声がね、うん、かなり出てるんですよね、うん、最後にやってるんでしょ。だけどコンサートで、え、コンサートで、私はフィナーレで黙ってやらせていただいてますけどね。黙ってね、必ずやると思ったけど。次はですね、はい、ここまで来たんですよ。今どこまで来ました。今度だから時計仕掛けのリンゴ追い分け、マサトシさんや次。うん、三宅さんたち。次、マサトシさん、コマーシャル明けは。マサトシさんよ。また盆踊りやったんですか。資料の盆踊りっていうの。
白の盆踊りは、まあ、パターンなんだよね。あーはーもう全員パターンパターンで来てますよね。でも2回目なんですからこれがね、とりあえず VTR 行ってみましょう。まず資料の盆踊りどうぞ。ご自分の VTR みんな好きですね。何言ってんの、ね、ニコニコ笑いながら見入ってましたね。結構気に入ってたんでしょ。初めて見たの今。はあ、うん、歌って、うん、プレビュー見てなかったんですか、うん、自分で結構気に入ったんでしょ。似た似たやらしそうな顔して笑ってましたよね今。本当に、うん、ごめん。いやいや、あのね、あの松本さんリンゴ追い分け、うん、続きましては去年非常に評判良かった、はい、鈴木やん、鈴木やん、あれ あれあのアルフィーと桜井氏の、うん、これ2曲続けていくんでしょ。2曲続けていくんですね、これね。今年何かやってくれたんです、また新しく。また2人でやりました。2人でまた無表情で、もうはっきり言って好きでやってます。
完璧。これは VTR 終わった瞬間僕ら会うたんですよね。そうです。もうガッツポーズでしたよこれはいける言うてねえ、これ見てみましょう。これ去年も評判上がったんで今年もまた評判がいい。うん、I feel good, I know the right now, I feel good, I know the right now, it's so good, it's so good, I got a you.風がどこに椅子しても
ユーミンさんがえらく感動してますよ。いや去年のね鈴木さんのやつももう何度も見たの、うん、VTR 今回チャーさんの面白かったですよね、あの米米クラブのあの彼と、あれは本当ね、現代の植木ですね、植木です最高あのモンチッチが良かったですよね、これまだ坂まで入るか分かりませんよチャーさん面白かった、だから過去のことは許す、僕本当にいやもう許す、もうみんなこれは面白かった、来年もこれは2組頼ますよ、ちょっと悔しそうに見てましたもんね来年また強烈なことやるんじゃないですか桜井さんね、あれ自前の衣装だったんですよねコマーシャル持ってくなっちゅうな、あのもう何考えとんだ、あのとこは On a Sunday afternoon, really couldn't get away too soon. 自分の次に車が好きな人へ。I can't imagine anything that's better. 出光のエンジンオイル、ベストオブザベスト、新発売。何よりもコロナ、何よりもコロナ。新コロナ誕生。ファントゥードライブ、トヨタです。いや、なんか二人だけこうしていると寂しいですよね。あの2人が今度気持ち悪いのを撮ってしまったんですよね。いや僕は素敵でした。え、素敵でした、これちょっと見てみましょうか。あんだけ面白いやとこの VTR 見せるの非常に辛いんですけどもねあの気持ち悪いよ本当に。Thank you.
なんであの最後の口紅でこんだけ笑い取らないかんわけ。あれ綺麗に終わろう言って終わるつもりがねえ。これ8時間かかったの。なんでおかま言葉じゃないかね。ねえ8時間あのキスシーンは。キスシーン8時間よ。あれ、いやでもね、さんまさんの唇はね、あの綺麗でした。いや俺あの耳が嫌だったの。あの耳の時鼻息が耳に入るんですよ。これ結構ね俺耳感じやすいの。そんなこと発表してたらね。キッカー君ありがとうございました。いやなんかあれからなんか変な感じやね。目合わせないなってしまってね。またこれからもよろしくお願いします。桑田君すごいことやらしましたね、はい、あなた。なんすか、前からこの二人でやりたかったんでしょ。でも美しいですね。綺麗かったですよね。泉さんじゃできないですよねこれね。ゆうみさんも非常に喜んでくれて、よかったよかった。いやもうね、吉川さんの来年の方針、うん、盗作者盗作者一番危ないですね。危ないです危ないです次は次はね、桑田君でしょ、また。僕と坂崎君と桜井君、新田一郎さんと川内純一、サンプラザ中野パッパラ河合とですね、あのちょっとね結構ハモったんですよ。テイク5って曲があるでしょ、あれをね、ちょっとあんまり言っちゃあれですけどね、春夏風の、歌詞をちょっと聞いてほしいと。あのね、俺はあんまり聞かん方がいいと思うね、歌詞はね。あ、そうだね。今宵はクリスマス、君に会いたかった、やりたかった。あの筋さを立てて雪の降る夜も楽しく、ずっと熱さめくりだぞってよ。土手底いじったらもだえぬ濡れもせぞ。気持ちが良かったらみたらしドビュッとね。五感も洗ってた冬の日よ。おしゃれに狂おしく君と燃えたかった、入れたかった。もろびとこぞりても抜かないつもりで愛してメイ幸せ。冷めよらず締まりが悪いときゃ時間もかかっちゃう。互いに悩んでた冬の日よ。無骨なたしなみが乗りたかった、食べたかった、加えて舐め上げて危ないピンクの今宵はクリスマス、君に会いたかった、やりたかった。青筋さを立てて雪の降る夜も楽しく、ずぶっとねさねくりなぞってよ。土手底いじったらもだえの濡れもせぞ。気持ちがよかったらみたらしドビュッとね。股間も洗ってた冬の日よ。無骨なたしなみで君に乗りたかった、食べたかった、加えて舐め上げて危ない、ピンクの Take 5。 アウマラカリーノそれ。桑田君、はい、俺はこれ
いいのかなっていうのありますよね。いいのかな、昔はあの、なんていう歌詞か忘れましたけど、キンタ負けるなという歌がありましたけど、あれと同じような歌ですよね。あんまり言わんとこ、あんまり言わん、言わんとこ、コマーシャル、コマーシャル、もう一度 VTR で見てください、これは、本当に。とかくこの世は雨でも雪でもよく止まる、これがタイヤの第一条件です。止まんなかったりするとえらいことになります。安全第一ですからね。そこで出光スキッドガード、まさに季節を超えたタイヤです。命あっての人生です。人生か、あしみじみすんなよこんなとこで。出光のスキッドガード新発売。チャージを着て散歩に出かけてふと考えた、俺はこの世に生まれる前郵便ポストやったかもしれん。お母さん、チャージを着て散歩の帰りにふと考えた、俺は今度生まれ変わったら電信柱になるかもしれん。お兄ちゃん、何がどうあれレナウンのチャージ。レナウン、
やいや、高中さん、いやすごいですね。ちょっとサングラス外してくれます？私の知ってる人によく似てるんですよ。ちょっとサングラス外してくれます？ダメダメ、迫力なくなるから。そうなんですよ、ラッシャー板前くんです。どうも。この前久米さんにね、泉あささんに似てますねって言われて。泉あささんということは相良直美さんに似てらっしゃるんですよね。いやお疲れ様でした。どうも本当に今日はありがとうございます。中山雅史さんでした。どうもありがとうございました。 VTR 次は桑田君と石橋君と、あ、小林和也さん、どうぞどうぞ。小林さんも一緒に。かわいそう、みんな曲とかあのメンバー見てませんもん。みんな青山美穂ちゃん見てますからね。そう、僕らはもう自分 だけの世界入ってたね。目の前でうるさいな。踊られたらたまらんでしょう。うん、だけどリハーサルの時は十分見ましたよね。
学園大変やったんですって。本当もう本当大変。裸でね、あの、うん、裸で座ってたんですよ、うん、朝行ったらスパダカでね、うん、あの女がテーブルの上にスパダカでね、うん、今晩よろしくお願いしますってビジビジいてるの、うん、あの生田さんこんなの個人趣味やからこそうそうシェフシェフうるさいまさか泉谷さんとキョンキョンが近所だったと知らなかった。うちとね、うちとあと三里とかね。なるほどね、うん、今度はね、京志郎さんというのは三浦智和さんと、はい、シャンペンがね、あみんな手元に渡ったんですけど、乾杯、何乾杯します？じゃあ、あの泉さんの不幸にを祈ってチャーの復帰に乾杯乾杯最後
理由だって進んでいるのか、時々は分からなくて悲しいけど、きっと大丈夫だよね。She's not